東日本大震災から10年が経過した令和3年3月11日、双葉町中野地区の双葉町産業交流センターで令和3年東日本大震災双葉町追悼式が行われました。今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用やアルコール消毒など感染対策を行いながらの開催となりました。追悼式には、伊沢町長をはじめ、町関係者らが参列し、震災発生時刻の14時46分に合わせて、黙祷を行いました。黙祷。本日ここに、東日本大震災双葉町追悼式を挙行するにあたり、尊い命が失われた方々の御霊に対し、双葉町を代表して謹んで哀悼の誠を捧げます。生まれ育ったこのふるさと双葉町への帰還に向けて、多くの町民の皆様のご理解とお力添えをいただき、双葉町への帰還を実現することをここにお誓い申し上げます。